こんにちは、インフィニティストラッシュ大の大冒険、クリア後ちょっとやってるんですけれども、なんかねメドローアを覚えるイベントが記憶の神殿で、起こるらしく、今ね16階まで、来たのかな。そしたらなんか記憶の番人から、特別な修行を、しろと言われて、で、左右の呪文を均等にコントロールする方法を覚える必要があります。連続で L1、R1 を押すと呪文のエネルギーが溜まるので、枠内にバランスよく収まるように調整をしようということですね。メドローアを覚えるイベントのようですが、うまくいくかどうか、ちょっとうまくいくまでちょっとカットしますけれども。ちょっと待って、押してみよう。ほうほうほう。枠内に収める。ああ、なるほどね。ああ、ちょっと今、うまくいってなかったな。お、来た！はいはいはい。カットする必要もなかったね。うん。上がりすぎても下がりすぎてもダメっていう。枠内に両方とも収めると、ゲージが溜まっていって、で、ゲージ、枠からはみ出ちゃうと、ゲージが元に戻っちゃうっていう仕様みたいですね。ほうほう、うまいこと左右の呪文を完成させたようだな。よし。そのまま左右の呪文をスパークさせ、メドローアを離すのだ。試しに魔物の記憶を呼び出してやろう。さあその魔力を身をもって体感するがよい。大丈夫？あ、ていうかね、今ダイがいないじゃないですか。16階まで降りてくる過程でダイがやられちゃいまして3人で頑張ってるんですけれども、ゴーレムかよ。これが俺のとっておき。あ、勝手に出してくれんのね。メドローカウントしましたけど、メドローを習得。うん。で、あとは必殺技でセットしておけば使えるのね。セーフの熱エネルギーをスパークさせ、プラスマイナスって読むのかな、これ。矢のように放つ極大消滅呪文。敵に当たると威力 1200% に必殺技ダメージを与える。ドルオーラとどっちが強いのかな。ああ、変更できるんだ。やった、変更します。素晴らしい。よくさこの修行を乗り越えたな。あくまでこの修行は我が記憶を授けた特別なものだが、それでも見事にメドローは習得したな。さすが我の見込んだ男ポップだな。いずれは魔法を極める天才になるかもしれんの。まだ大魔導士ではないからね。この記憶もしっかりと刻ませてもらおう。さあこの先にも進むがよい。はい、ということでした。メドローア習得イベントです。はい、まだちょっとバーンまで行ってないんですけれども、バーンまで行き着くことができたらまた動画にしようかなとは思います。ちょっと今ダイがいないので、この動画ではそこまで行かないんですけれども、また、見てくださると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。